楽楽楽天競馬はついついついてる。ポイントついてる。馬券買うだけでポイントついてくる。ついてる私に、ついてるあなたに、ポイントついてくる。皆さんこんにちは。楽天競馬ポイントもらっちゃう大使の津田まりなです。皆さん秋競馬盛り上がってますか？はい、ということで今回の放送は誰も笑ってもくれなくなっちゃったんですか、これ。いや、まだ僕ら映ってないから。あ、そうですね、わかりました。寂しくなっちゃいました、すいません。さあ、今回の放送は楽天競馬プレゼンツレース直前予想 YouTube 番組の特別編といたしまして、11月2日水曜日に園田競馬場で行われます記念すべき新設重賞西日本地区6県交流第1回楽天競馬杯西日本ダービー予想討論会をお送りしてまいります。それでは早速本日のゲストの皆様ご紹介します。まずは園田競馬から強力な助っ人をお迎えしました、園田競馬実況アナウンサーの竹野悦郷さんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。全然強力でも何でもなくて、ただ開催されるところから来たというだけの微弱な付き添い人ぐらいのものですから、そういう扱いでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ続きまして名古屋競馬を中心に活躍されています競馬アイドルの神田舞さんです。はい、競馬タレントの神田舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も名古屋を中心にやらせていただいているということで、名古屋と笠松の馬についてはしっかり取材してきましたので、はい、頑張って予想も頑張ってお話ししたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きまして楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦さんです。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦です。なんで楽天競馬スペシャルアドバイザー笑いながら言うんですか。いやいや、特に西日本とはね、はい、関わりが少ないような気はするんですけど。古谷さんだって大学は大阪じゃないですかね。大阪ですよ、もう園田通いまくってましたから、ちょうど KS 吉田の3冠、はい、そして比嘉作員も涙の、レースが結構あった時代ですよ、はい、その頃も大学サボってよく通ってましたんで、オリックスの初優勝も園田競馬場で、吉田アナウンサーの、レース前のファンファーレ鳴る前のアナウンスの時に知りましたね。オリックスの優勝をその競馬で知るという、そう、初優勝を決めました。おめでとうございます。ちょっと物まね入った。さあ今日はこの4人で西日本ダービーの徹底予想をお送りしてまいりたいと思います。さあそれでは西日本ダービーのお話に行きたいと思います。西日本地区6県の競馬場が持ち回りにより毎年実施することとして新設された西日本地区所属の3歳馬ナンバーワン決定戦、記念すべき第1回の今年は園田競馬場1870メートルのコースで行われます。さあ古谷さん、このレースが新設された背景などを教えていただけますか。はい、僕も僭越ながら岐阜県馬の司会に入ってまして、はい、ちょっとこういう話があるぞというのは聞いたんですよね。それで西日本ブロック会議っていう馬の司会のあの会議があるんですけれども、その中で提案され、まあ、実現に至ったと。やはり自分ところのスターホースを作りたいというところで、まあ、やはり今移籍してきた馬がその地区のトップに立つっていう流れが結構あるじゃないですか、はい、南関東を中心にね。そうじゃなく生え抜きでスターホースを作るというところの思いを持って、その西日本地区でのそういうダービー的なレースをやらないかということで、まあ、実現に至ったということなんですけどね。持ち回りで行われるということはまたいろんな競馬場で毎年行われることにこれからなっていくということですよね。そうですね、やはり西日本としてまとまってということなので、JBC のような意味合いを持ってですね、はい、それぞれやはり平等というか、この年は園田だったら次の年はどこどこみたいなね、やはりその地元で有利な舞台というのも設定してあげないとというところで持ち回りになりましたけど、はい。さあそして舞ちゃんはもうめちゃくちゃ競馬場行ってて、特に名古屋競馬ね、笠松競馬なんかめちゃくちゃ詳しいと思いますけど。そうですね、はい、名古屋笠松は開催日は大体毎日行ってるので。開催日毎日毎日行ってます今は。お仕事じゃなくても行ってるんですか。あ、そうですね、お仕事じゃなくても、はい、実際に馬券買って、まあ、勉強の意味も含めて、はい、名古屋と、まあ、なのでほとんど毎日になりますね。名古屋と笠松と週替わりなので、はい、毎日。競馬タレントっていうか
競馬職員そうですよね、職員さんぐらい競馬場行ってる、ね、そうですね、なんもう本当に職員扱いされてますね、スタッフさんからは。職員扱いは職員扱いですけど、タレント活動してないということになるんじゃないですか。そうですね、そうですね、そうですね。競馬歴というか、はい、どのぐらい競馬長く見てるんですか。あの、私はおじいちゃんとおばあちゃんが、はい、あの競馬がすごい好きで、うんうん、なんで子供の頃からいろんな競馬場にも本当に幼い頃から連れて行ってもらっていて、で今北海道だけ行ったことがなくて、北海道の競馬以外全部行ったことあるんですね。おー、そうです。それで、ね、厩務員になりたいっていう話、そうですね、大学そうなんです。厩務員になりたかったんですか。厩務員になりたかったタレントっていうのは ね珍しい。そんな舞ちゃんも今年の西日本ダービーっていうのはどんな風にこう見ますか。はい、そうですね、やっぱり私からしたら名古屋笠松の馬がで交流重賞って言ったら、こっちの方でやる交流重賞でもやっぱり全部園田の馬に負けてしまいますので、ずっと申し訳ないです。そうなんです、本当にもうずっと園田の馬にやられ続けてますので、まあ、そこがどこまでやれるかっていうのも楽しみですし、あと今回のこのディアマルコとかマイタイザンとかはあの名古屋にも何回か来てくれてる馬なので、まあ、その辺で親しみを感じているところもありますし、まあ、普通にどの馬が勝つのか楽しみだなっていう感じですね。はい、さあ竹之上さんはもう、はいはい、園田といえば竹之上さんですけど、いや、そんなことないですよ、吉田勝彦ですよ園田といえばもう私なんでもとてもやないですけど、あの吉田さんは私のね、うん、楽天競馬ポイントもらっちゃう大使のこのポのポーズを吉田さん一緒にやってくださいって言って一回やってもらったじゃないですか、はいはいはい、で私と竹之上さんと吉田さんでポって写真を撮って、うん、後で撮った写真を見たらみんなこうやってるのに吉田さんだけこうやってたって意味わからんあれ何やったんでしょうね、 ょうね、うん、あ、そんな吉田勝彦のいるそのだけ最近ね、もう吉田さんの実況だいぶねもう抑えられてて、はい、もうメインレースとか重賞レースほとんど喋ってない状況ですので、はい、あのすいません、今回も私が実況させていただきますけども、西日本ダービー第1回西日本ダービーの実況も、ね、第1回目はね、吉田勝彦には譲れないというのがねありましてそういうのあるんですか。いや、やんなことないですけど、あの実況させていただきます。はい、わかりました。ますよさあ、それではですね西日本ダービーの予想に入っていきたいと思います。園田競馬場1870メートルという距離で行われます西日本ダービー、特徴をね捉えたいと思いますので、まずは参考レースとして今年6月に行われました同じ距離の兵庫ダービーを皆さんで映像を見ながら振り返っていきましょう。どうぞ。はい、まあ、1870メートルは、向こう上面ニコーナーのあたりからのスタートになるんですね。ニコーナーポケットですね。で、この兵庫ダービーの日は雨が降っていたので結構あのペースが速かったという、重馬場だったんですよね、はい、この日は結構ね雨が降り続いてきて主になっていったっていう形で、でね、あの当時ね内側が結構重たかったんですよ、でこれ逃げているのがマイタイザン、今回も出走しますマイタイザンなんですね、はい、で人気を背負っていました。ただ逃げていながらちょっと内を開けるように若干内が重たいので逃げ馬にとってはその拉致を頼れずに逃げているという状況、はい、あのご覧いただいたら分かると思うんですけど、ちょっと、ね、内開けてるんですよね。だこういうところであの展開的に結果に大きく左右しますので、このあたり状況としてババが内が重たいか軽いかというところは当日絶対に見極めておいていただきたいですね、はい、今の時点での予想ではちょっと内軽いんじゃないかなと私は思ってますけどね。お天気もね、うん、そうですね、ちょっと雨が降りますとあの内側に砂の補充をしますので、はい、どうしても内側が重たくなってしまうんですよね。でそれは、まあ、砂の補充はおそらくありませんのでうちは若干軽いんじゃないかなと見ております。園田のレースというとこう、うん、比較的こう先行争いが激しくなってっていうイメージがあるんですけれども、うん、この時はこれ ね古谷さん、これめっちゃペース早かったですね。早かったんですよ、うん、早い上にもう2周目に入って向こう上面中ほどがもう残り600になるので、うん、ここからもう各ジョッキーが動いていくという、それが他の競馬場に比べるとなかなかない魅力かなと思います。あと3コーナーが上り下りになるの で、 そ、 うなんですよね。その上りの直前にもうエンジン吹かせてるという状態ですよね。で4コーナー向かって栄新西パ、うん、これが先頭に立っても押し切るんじゃないかと誰もが思ったところにですね、やっぱりペースが速かったということもあったんでしょうが、もう追い込み勢がわんさか来て、その中でノブタイザンが豪快な差し切り勝ちを演じたと。
でこの時統計平蔵なんかまだ参考のあたり最高峰だったんですね。そうですね、まあ、展開で完全に差し馬の長い三着に入れ込んでしたね。外差しの、うん、ですからこれを、まあ、あの今日出走している馬もいましたよ。竹丸ビクターとか浅草セーラー、はい、まあ、大山出てますので、そのまま当てはめることができるかどうかというのがね、そうですね、ポイントになってきますよね。この時の馬場の状態など、そうですね、そうですよね、結構特殊なレースですよね、うんうん、だと思います、うん、じゃあこの結果がそのまま西日本ダービー直結するかというとまたそれも違ってくる、うんうん、じゃないかなと思いますね。はい、わかりました。ではですね、今度は西日本ダービー注目の一頭でもあるディアマルコが勝ちました。園田競馬場で7月ですね、今年行われた兵庫サマークイーン賞の映像も見ていきましょう。こちらは3コーナーから見ていきます。はい、まあ、コバ・ヒンバのレースなんですが、唯一の3歳馬での挑戦となったのがディアマルコ、まあ、東高ヴィーナスが楽にね、逃げている感じ。ディアマルコは早々と手が動くんですけれど も、 もうこの2頭の手応えを見ていると大山騎手もなんかこう相手の出方を見ながらね仕掛けているような印象もあったので、そのまま押し切るのかなと思ったら最後の最後で ね、 これね、実況してる私も騙されましたからね。いやって言いましたねそうこれは押し切ったというふうに言いかけて、いやって言いました卑怯な技を使ってしまいましたいやだからね、あの最後のね、人伸びちょっと素晴らしいなと思いましたね。ディアマルコ3歳馬でこれは、あの東高ヴィーナスってその後にダートグレード2着したように本当に力のある馬なんですけど、はい、それをきっちりと捉えたというディアマルコやっぱり強いなと思いましたね。すごいですね、ディアマルコってこの兵庫サマークイーン賞の前にも野次菊賞で園田で勝ってますから、園田で2戦2勝の馬っていうのが ね、 ね、挑戦してくるのもとても楽しみですよね、うんうん、はい、さあそれでは早速皆さんの印がもうすでにホワイトボードに入っていますので、うん、これに沿って予想を伺っていきたいと思います。まずはマイタイザンに本命対抗、やっぱりみんな打ってるんですけど、はい、まず本命を打っているのが竹の上さんと神田舞ちゃんということで、はい、あ、神田舞ちゃん、はい、東海地区の馬じゃないですか。ほんまやな東海地区てっきりあの、ね、ね、あの松名古屋の馬に、そうですね、うん、私今回このセンターフォワード、名古屋からセンターフォワードと笠松からメディタレーニアンとハイジャーということで、まあ、それぞれ角田先生と笹野先生、井上先生にお話を伺ってきたんですけれども、まあ、話伺う限りちょっと3頭とも厳しいんじゃないかなっていうのが正直私の印象としてはありましてですね、やっぱセンターフォワードは実力はすぐある馬なんですけど、ちょっと先生によると敵距離じゃないと、距離が長いというのもあって、でこれを使ったらまた中央の芝で短いところを使いたいみたいなので、ここはそこまで無理させないんじゃないかなっていうのを思いますね。でもハイジャに関してはもう井上先生がもう全く良くないと言っていいんですかいやもう私にどうしたらいいと思うって聞いてきましたから、もう全くピリッとしないし、もう一つだなと。ただ花に行きたいっていうことはおっしゃってましたね、行けたら花 を主張するつもりだと、はい、でもしかしてそういう意味では展開を握る場になる可能性もありますね。でメディタレーニアンに関しては、まあ、ずっと使ってるっていうことで、まあ、この馬は良くも悪くも状態は変わらないということでしたね。で距離も大丈夫でしたし、で、まあ、今回は距離がちょっと長いのもあってじっくりって足を貯めるということをおっしゃってました、はい、そんな舞ちゃんがどうしてマイタイザンに本命を、はい、まあ、私は本命はマイタイザンかディアマルコか、まあどっちでも良かったんですけど正直、はい、マイタイザンはやっぱり距離だけちょっと心配っていうのもあって、うん、本当に距離だけですね。ただ、まあ、持ち時計なんかも比べても、まあ、マイタイザンがやっぱり抜けてるかなって、ディアマルコと比べてもっていうところもありますし、はい、まあ、先行できる馬で、まあ、強い実力も名古屋でも、まあ、名古屋ではこの間名古屋は秋の蔵で3着ですね、そうですね、来てますよね、はい、でもやっぱ強い印象があるので、なので、まあ、マイタイザン本命で、まあ、対抗ディアマルコですけど、ほとんど私の中では同じぐらいな横並びの評価、ね、ということですね、はい、あのこれまでずっ と、 東海地区で、あの園田の馬に敗れたので、はい、園田で敵を打つべく東海地区の馬に本命打つのかなと思ったら、ね、思ってます。なんか前半そういう話全くノーマークノーマークになるっていうのはびっくりですけど、ね、素晴らしいネタ振りでしたね。普段からね、
普段から見てるからこそ、はい、ちょっとやっぱり園田の馬とは実力差があるんじゃないかなっていう、ね、よく見てる舞ちゃんだからこその印、そうですね、東海地区でそれ名古屋の活撃キトキトがおそらく来てたら、うん、そうですね、来ることができれば、うん、あの笠間スイングなんですよね、はいはいはい、でそれ出られなかったというのがあって、キトキトが出れたら多分勝ってたと思うんですけども、うん、思います、ね、あの実力は本当に一番だったんじゃないかなと思います、はい、まあ、そうなるとやっぱり兵庫県勢あるいは高知宮丸子というところになるんじゃないかなと思いますね、はい、そんな滝上さん、うん、マイタイザン本命、ね、マイタイザン先ほどあの参考 VTR ご覧いただきました、あの兵庫ダービーの時、はい、であの時言ったように内をちょっと開けていくように逃げ馬にとってはどちらかというと不利なんですね、内らせで頼れないですから、はい、で前に行く馬が粘りきれないぐらいのペースになりました。で特に2番手に追走していました栄新西馬が早めにマイタイザンに並んでいきましたので、はい、でああいう展開になると非常に苦しかった、あの栄新西馬という馬も非常に実力の高い馬なの で、はい、でそれがマイタイザンを潰して、で結局展開的には最後追い込みでノブタイザンが食い込んできたという形になったんですね。で今回マイタイザンという馬も当然逃げ馬ですしマークされる形になるんですが、荒井調教師に話を伺うと、はい、逃げ宣言するのかどうかということで話すと、まあ、決してそうではないということだそうですね、はい、ただね、前走の逃げっぷりで勝ちっぷりを見てますと、で3走前もそうだったんですが、はい、やっぱり逃げた時とそうでなかった時っていうのは、うん、もう随分パフォーマンス変わってくるんですね。そうですよ、逃げた時はもう本当に強いんですけど、うん、逃げられなかった時っていうのは結果つながらないこともある馬ですよね。ある程度、まあ、カバーできるようにはなってきてるんですけど、はい、あのそのように展開あえて控える競馬っていうのをしてきた経緯もあるんですけどね、やっぱここへ来て大きなタイトル取るためにはやっぱり逃げが一番いいんじゃないかなというふうに陣営は考え出してますの で、はい、で今回の思い切って言ってもらいたいと思います。で前回のダービーの時と同じような馬場でもないですから、はい、逃げ馬にとって有利じゃないかなと。 AC 西パもいませんのでね、そうですね、リアマルコがちょっと絡んでくる可能性もありますけど、僕はねマイターさんね一気に逃げ切ってくれるんじゃないかなと、はい、逃げ切りを期待しております。はい、私はですねマイターさん対抗にしてるんですけれども、うん、この馬昨年の全日本2歳優秀で10着に敗れた後ですね、その次1着、はい、兵庫ダービー7着、その次1着、その次3着、その次1着、その次3着、その次1着なんですよ、うんうんうん、っていう理由で対抗にしてるんですけど順番ね順番的には勝たない順番、そう勝って負けて勝って負けて勝って負けて、うんうん、結構続いてるので、ただまあ逃げたらやっぱりマイタイザンかなと思ったんですけど、古谷さんも対抗に。そうですね、はい、逃げた時とそうでない時のパフォーマンスの違いという話ありましたが、はい、ファスリーフの子供って基本的に一本調子の馬が多いんですよ、まあ、だから貯めても思ったより伸びないっていう感じがあると思うんですよね、はい、で今回、まあ、さっきハイジャの話もありましたけど、まあ、今のハイジャの出来だったら別にいけないと思うんで、マイタイザンは笑ってますね普通にマイタイザンが先手を主張する形にはなると思うんですけど、はい、兵庫サマークイーンの東高ヴィーナスみたいな形で、はい、ディアマルコはマークしやすいと思うんですよ。その時にやっぱり徹底マークされた時のマイタイザンがどうかという、その2頭の駆け引きと、はい、まあ、おそらくマイタイザンに大体の人本命打つだろうなと思ったので対抗にした次第なんですけど、はい、分かりました。おそらく竹上さん一番人気になりそうですよね。前走の内容も非常に良かったですし、同じレース浅草セーラーが同じレース出てまして、はい、もう完敗してますので、はい、まあ、そういったことからもやはりマイタイザン人気になるんだろうと思います。はい、分かりました、うん、では続いてですね、お話がね何度も名前も出ているディアマルコに行きたいと思います、はい、さあディアマルコに本命を打っているのは古谷さんですが、はい、もう高知生え抜きっていうのは近年なかったんですけど、ね、ようやく2歳新馬が組めるようになった、昨年からこうやってねスターホースが出てきたというのは非常に大きいんですけれども、はい、まあ、なんといっても遠征で結果を出してきてるっていうことですよね。そうですね、そこが最大の強み、それから手応えが怪しそうに見えて相手に油断させたながら直線また来るという、これは意図的なのか何なのかよく分かんないですけど実況泣かせクラトイトイトイトのね争いも結構困難があったんですよね。前回の黒潮菊花賞の時も 3,4 コーナーの手応えあれっていう感じだったんですけど、まあ、直線でまた楽に差し切ったというところで、まあ、コーナーが若干苦手なのかもしれないですよね。うん、 そうですね、そういう意味では今回ってコーナー
でも園田は結果出してるから、そうですね、2戦2勝ですからね、うんうん、こう感覚としてはどうですか、10月23日に使ってで今回っていう、あのコーチ、まあ、永瀬調教師はもともとね福山ですけれども、うん、コーチの馬のローテーションってやっぱり地元が割と、まあ、言い方表現難しいんですけど調教みたいな形で大一番に向かうみたいな感じのイメージあるんですよ、うんうん、まあ、黒書記箇所だからもちろん調教代わりではないですよ、うんうん、だけど地元のレースを叩いて厳しい競馬に向けてまずいいレースをしていざ本番っていう形のローテーションがおおよそ組まれてるんですよ、はい、だからこれは もちろん西日本ダービーは日程分かってるわけですから、はい、予定通りのローテーションということは言えると思うんですよね。だからその辺は、まあ、そんなに気にしなくていいローテーション、大丈夫だと思います。あのコーチの、まあ、基本的にその追い切りってあんまやんないですから、はい、レース間隔が短いっていうのをある程度想定しながらやってるので、どちらかというとそのレースのローテーションに合わせてっていう調整方法なんですよね、はい、じゃあ、まあ状態面も問題なさそうということですかね、うん、だってひょっとしたらその先またすぐダービーグランプリだって出てくる可能性ありますもんね。結構強行軍だけども、はい、まあ、オーストラリアみたいな馬ですねまあね、西日本ダービーの前日にはメルボルンカップもありますけど、はい、結構ね感覚詰めて、ね、オーストラリアもさっき竹野上さんが新聞見てびっくりしてましたけどめちゃくちゃ連投ですね。ついこの間つこたやつ出てる、ついつこた馬もう出てきてるやんみたいなね、その感覚を一遍取り込んで、はい、でリアマルクを見つめたらいいわけですね。そうそう、なるほどなるほど、分かりました。まだまだ楽なローテーションだと、そう見えますもんね物差しどこにあるんですかまいちゃんはマイタイザンかディアマルコかって、ね、はい、そうですね、言ってましたけど、まあディアマルコやっぱりその園田が合うっていうので、はい、東高ヴィーナスなんかにもやっぱ名古屋の人からしたら東高ヴィーナスってめちゃくちゃ強いイメージがあるんですよ、はい、名古屋は得意なところですし、はい、っていうのもあると思うんですけど、その東高ヴィーナスに勝ってるっていうのもありますし、まあ、距離もこの馬はいけるはずなので、本当にマイタイザンが距離の心配がある分、距離がダメだったらディアマルコの方が園田も合うっていうところもあってプラスに働くんじゃないかなっていうところはありますね。あのディアマルコの良さってね、スタートなんですよ、はい、だからまあ、ちょっと高望みして言うと北高たる前タイプなんですよ。あ、スタートがまず他より早いので、うん、相手の出方を見ながら位置取り決められるんですよ。あ、何が行くなら2番手にとかそういうのを出てから決められるっていうことですよね。そうなんですよ。もうディアマルコのスタートの参考レースいろいろ見てもらえば分かるんですけど、他の馬よりまず早いですから、うん、それで田原騎手がうちの出方見ながら2番手だ3番手だっていう形のレースをおおよそするんですよ。そうなると竹野さん、マイタイザンが行ってディアマルコが2番手でっていう風になるんですかね。うん、いや、うん、まあ、あ、そうですね、マークしてっていう、ディアマルコがマークする形におそらくなると思うんですよね、うん、はい、だからそのマークをどれだけ、まあ、しっかりと突っぱねることができるかどうかということにかかってくるんだと思うんですね、はい、まあ、しっかりと粘ることができると、突っ張れることができるというふうに思いたいですね、はい、うん、はい、分かりました、うん、では続いてまた兵庫の馬に行きたいんですけれども、はいはい、続いては浅草セーラーですね、うん、浅草セーラーは実は私が本命にしてるんですけど、今回地元兵庫のメンバーでは、まあ、さっきの特殊なレースっていうお話もありましたけど、兵庫ダービーで再先着してますし、前走はマイタイザンにも先着、うんうん、マイタイザンの2着、うん、そうですね、なんですけど、まあ、ちょっと、ね、私兵庫行くとき結構な確率で木村騎手勝つこと多いんですよ、はい、なんかそういう人との相性みたいなのもあって本命にしてみたんですけれども、竹野上さんは対抗、うん、そうですね、この馬ね、はい、キャリアが非常に豊富で、これメンバー中一番のキャリアなんですね、はい、そうですね、だいたいねこの堀領事厩舎の若い馬っていうのはね、はい、キャリアを積んでだん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 強くなるというケースが多いんですよ、ね、でこの馬本当にね、はい、これまで3勝しかしてないんですけども、叩き上げでどん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 自力をつけてきて、うん、で今回タイトルも取れるんじゃないかなというところまで来てるんですよ。金層の安定感も、ね、うん、素晴らしいですしね、すごいですね、でだからもうこれがね、まあ、成長だと思いますし、はい、で今回も大崩れはないと思うんですよね、うん、ただそのスパッと切れる足っていうのがね、うん、
あるかというとないタイプなので、でね、強い時っていうのは逃げた時に非常に強い競馬をしたことがあったんですね、はい、そうなった時に逃げたいというところもあるんでしょうけれども、はい、内外の差もあって今回マイタイザーの方がおそらく行くでしょうし、はい、でディアマルコなども行って結局ね逃げないという形におそらくなると思うんですね、はい、でそうなった時には勝つのは厳しいかなと。ただ歴戦の強者ですから、はい、そういう流れでどういう展開にも対応できるっていうところがあるので、はい、2着3着には持ってこいかなとは思います。そうなんですね。安定感という意味ではちょっと馬券的にも外せない一頭かなと思って、うんうん、私も本命にしてるんですけど。でも頭でしょ。まあ本命に馬券的にはちょっとね後でね、うんうん、出すんですけど、はい、私はもう絶対3着以内には来るだろうっていう予想ですかね。あ、そうですか。で古谷さんと舞ちゃんは黒三角ですけど、舞ちゃんはこのままどんな評価でしょうか。はい、そうですね、私もやっぱり安定感っていうのは、はい、特に地方の馬は結構ローテーションが厳しいというか使われる馬が多いので、その中で同じメンバーで走ってもやっぱり状態で着順が結構変わってきたりすることが多いので、金層の成績っていうのはすごく重要だと思ってるんですね。でそこで安定感があるっていうのと、まあ、前走はやっぱりマイタイザンに負けているっていうのもあるので、まあ、実力で言ったらやっぱ黒三角ぐらいなんじゃないかなと私の中では思っています。古谷さんも黒三角。うん、使い込まれている割にどん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 体重増えてるんですよね。浅草キングスはダービー2着の後菊花賞勝ってますけど、はい、やっぱ成長力っていうところに魅力は感じます。まあ、もちろんマイタイザンとの差は歴然としてるかなとは前回の内容を考えてもあると思うんですけど、はい、まあ、やはりディアマルコと、まあ、マイタイザンが2強という図式で僕は見てますけど、はい、そういった強い馬が2頭バーっていった時にキャリアの豊富さを生かしたいところですよね。やはり3着争いに食い込んでくる、あるいはあまりに2頭がお互いをマークし合いすぎた時に食い込んでくる可能性っていうのはあると思いますけどね。はい、はい、分かりました。ではあと1頭兵庫の馬竹丸ビクターについて伺っていきたいと思うんですけれども、こちらは、私が黒三角で舞ちゃんが白三角、竹の上さんが、バツ印が入っていて、古谷さんはノーマークですけど、あ、ごめんなさいね、俺後であれして買い目入ってるんだよ。入ってるんかな。さ、一応みんな印は入ってるんですけど、すいません。はい、竹丸ビクターはじゃあまず竹の上さんはどんな評価ですか。この馬ね、三冠路線でいうところ、はい、兵庫県の中で最初のレース菊水賞というレースがあったんですね、はい、でそのレースの2着馬だったんですよ、はい、ですので、まあ、実力的にも重賞級の馬ではあるんですけど、はい、やっぱりねその後ダービーでも完敗してチャンピオンシップでも、まあ、敗れてしまうんですけど、はい、ここ一番という時にね、その後にねなかなかいいレースができていないというのもあります、はい、ただコバに編入されてから内容が良くなってきましたし、はい、ただパンチ力不足っていう感じはもう否めないなと思います。で展開的にも こういう形だときっちりと答えを出せるっていうようなものがあまり今のところないような気がするんですね、はい、と言いましてもね、メンバー見渡すとやはり上位の扱いは当然していいべき馬だと思いますし、まあ、ここを目標に仕上げてきた一頭ですからね、はい、上位には食い込んでほしいなと思います、うん、僕印バッテンですね。バッテン印入ってますね、はい、バッテンって言ったらなんか、まあ、5番手ぐらいになってしまって申し訳ないですけど、でも上位評価の一頭というふうにしたいですね、はい、バッテンには加えたい一頭ということですかね、はい、古谷さんも印は一応入れるっていうことですけど、はい、まあ、前回休み明けで勝っていると、はい、プラス9キロだったんですけど、はい、まあ、こちらもどんどん体がデビュー当初に比べたら増えている状況で、まあ、今回ひとたたきされて絞れてくることは想定されますけれども、はい、まあ、このレースを狙ってきたという話がね、今竹の上さんからもあったようにやっぱり不気味な存在ですよね、はい、もう夏をしっかり休んで、はい、前回を叩いてここっていうローテーションはいいですよね、うんうん、はい、でこの馬って1004だと8戦して7連退してるんですけど、うん、この 1870m っていう距離自体はどうなんですかね。まあ、非常に強かった、まあ、チャンピオンシップと兵庫ダービーという、はい、強豪相手に戦ったレースにするので、まあ、それ参考にするかどうかというのはまた、うん、微妙だと思います。ただ 1700m での菊水賞で2着という成績ですので、はい、まあ、そこからの 170m ですからね、なんとか、うん、まあ、持たないことはないと思いますよ、まあ、経験もしてるっていうことですもんね、うん。まいちゃんは白三角。
そうですね、はい、私も名古屋で名古屋競馬を予想するときに結構クラスって私気にするんですよ、はい、A 級 B 級 C 級っていうのクラスを結構気にして、でクラスの壁っていうのはやっぱ名古屋の馬に関しては結構大きいところがあって、でこの馬は B 級からこの馬とあとまあ浅草セーラーと私は迷ったんですけれども、はい、3番手評価にどちらかをするかっていうのは今やっぱクラスので考えて浅草セーラーの方が強いメンバーと普段戦っているんじゃないかな、ということで高めのビクター前走 B1 クラス、ね、表現の場合7つ小馬の条件でクラスがありまして、はい、一番上が A1 クラスのオープンで次が A2 クラスの準オープン、はい、その下の B1 クラスに勝ったんですね、はい、で今神田前ちゃん言われたように浅草セーラーは A2 クラス、上から2つ目の準オープンのクラスで2着という成績、はい、でそこを勝ったのがマイタイザンだったということですので、はい、そういう力関係クラス分けでいうとやっぱり竹村ビクターはどうしても3番手になってしまうなというところですね。そうですね、その田競馬のクラスについては、うんうん、楽天競馬日替わりライターブログで竹上さんが詳しく、ね、そうですね、この間いやこの動画でも30分ぐらい喋ってもいいと思ってます。いやもう時間結構押してるんで大丈夫ですけど。そうですか。はい、わかりました。ではあとですね、印はパラパラその他の馬入ってるんですけれども、触れてないところで大外センターフォワードについてですけれども、舞ちゃん無印ですね、うん、そうですね、まあ、この馬ただ岡部誠騎手が乗りに行くっていうので、そうなんですよね、この馬って名古屋の今井騎手と柿原騎手が交互に乗っている馬なんですよね。でそれを今回岡部騎手が遠征で初めて乗りに行くということで、岡部騎手韓国から帰ってきて最初のうちはやっぱり、まあ、まだ慣れていないというかそういうところもあったんですけど、はい、もう最近は本当にさすが名古屋岡部誠だなという感じで、笠松でも名古屋でも大活躍してますので、はい、まあ、ちょっとでセンターフォワードはもともとすごく期待されて本当に入ってきた馬なので怖い馬ではあるんですけれども、うーん、まあそうですね私はでもね、今笠松ちゃん言われたように、はい、そのとにかくジョッキーとして僕ここはやっぱり岡部騎手行きたいっていうふうに馬主さん言ってた、うん、そうですね、はいはい、でこの馬主さんと兵庫県の園田競馬場の中にある串カツ屋さんのオーナーがなんか知り合いなんですよ。串カツの勝田の勝利の勝なんですよね。そうそう、ありがとうございます、はい、その串カツの山内さんからね、山内さんね、聞いて、はい、こういうふうにオーナーさん言ってるから期待かかってるよというふうに僕は聞いてるんですよ、だからちょっと印入れてみようかなと思って、はい、この1870メートルという園田のコースの大外はどうですか。大外ね、若干滑ると言われてるんですよ。スタートの時に滑るというふうに言われて、はい、あまりいいとは言われていない場合がある。滑りたくないですね。そうそうそう、馬券も滑ったら滑りたくないですからね、うん、まあでもね、はい、とにかく、まあ、その蹴っ張りの強い馬っていうのは特にそうなりやすいというふうに言われてますけど、はい、まあ、ただ若干スタートごとに回りましても向こう上面の直線長いですので、はい、リカバリーが効くというふうにもいいようにとっていただきたいですね。はい、古谷さんは白三角1番手ですが、柿原騎手をなんとか成長させようという思いでね、デビュー当初乗せてたんですよね、はい、だからゴールドウィング賞で、まあ、ちょっと、まあ、乗り方まずったんですけど8着でしたね。もうレース後角田騎手が相当怒ってましてね。そうですか。だけどそれは、それはお前をなんとかしたいからなんだっていうのも言ってたんですよ。だからその期待に柿原騎手自体は応えてますからね、そうです、前走も4番人気で勝ちましたからね。そうそう、まあ、ただやはり今お話あったように大一番で岡部誠というところでね、折り合いに難しいタイプの馬なので、その岡部騎手とのコンビというのは魅力はあると思います。足長くて本当にシャープな馬で、綺麗な馬ですよ。お前ちゃん近くでね、よく見てるじゃないですか。見た目本当に綺麗ですね、だし、はい、すごく本当に難しい馬で、急に走るのをやめちゃったりとか、はい、結構気分で走る、実力はすごくあるんですけど、まあ、気分でムラがあるところが多い馬なので、まあ、その辺がやっぱそうですね、古谷さんのお話にあった通り岡部騎手は合うんじゃないかなというところはあります。ただの競馬タレントじゃないですね、かなりの手だれですね。コメントがすごいですね。めちゃくちゃね、うん、競馬場に、ね、馬券タレント、あ、馬券タレントにしますか。多分私もですね。でもこのままパドック見ていただければね、うん、あ、芝使いたくなるのは分かるなと、ね、いうふうに思いますよ。そういう意味でもちょっとパドックなんかにも注目したいということですかね、うん、
あと印入ってるのが、春のフェスタに竹上さんが白三角、ね、このリアマルコとそんな差のないレースをしてるっていうのもあって、であの、はい、いや、まあ、馬券的にねちょっと妙味があるんじゃないかなとも思ってまして、リアマルコを物差しにした時にそんなに差のないレースができるんであれば、はい、じゃあのオッズ的に随分差が出てくるわけですから、うん、そうなったらちょっと抑えといても面白いんじゃないかなと思います、はい、割とねあの相手なりにレースするまですからね、自分の競馬に徹して、ごちゃごちゃってなった時にピュッと食い込んでくるというのがひょっとしてあるかもしれないなと思います。はい、わかりました。そしてあとは古谷さんがメディタレーニアンに白三角2番手、うん、まあ、あの馬券の買い目ね入れてなかったんですよ、はい、なんで買い目に入れないのに印を買い目に入れないのに印を売ってないんですか。ちょっと笠松1頭入れとかなきゃなと思って、うん、なんか大人の事情か、ね、私ハイジャーに入れとくべきですよね。大人の事情もっと考えた方が良かったですね。馬券に集中しすぎましたね。岐阜県馬の司会役員の方ですので、うん、あ、なるほど。岐阜県賞は4着でしたけど、まあ、距離でも距離で言ったらこっちの方が、はい、そうですね、距離は全然いけますね。そうですね、ただまあ岐阜金賞4着も、まあ、先生によるともうちょっと頑張ってほしかったなっていうコメントがあったので、はい、まあ、実力的にどうなのかなって、まあ、ただやっぱそうですね、距離がすごい合う、長い方がむしろこの馬はいいんじゃないかなと私は思うので、うん、で状態も良さそうですし、まあいいとは思いますけど印入れてない、わかりました。はい、はい、それではですね、買い目も聞いていきたいんですけれども、うん、はい、まずは竹上さんから、私から、はい、はい、印が出揃ったところで買い目お願いします、はい、ちょっとね、印と若干違うところあるかもしれないです。じゃん、気合がすごいんだね、はい、親切がなんか、これタイガースからあのマリナルがいましたからね、あの日本シリーズ優勝しましたからね、タイガー、あ、してないか、してない、ね、あの親切重賞第1回ね、第1回ですか、あの、はい、当てたいですね、やっぱり第1回当てたい、うん、はい、ね、あのなんか来年以降ディフェンディングチャンピオンって言われそうな感じしますからね、馬券当ててると ね、ということでマイタイザン7番で追ってますよね。マイタイザンから3連単でという流しに行きたいですね。これ4点ですから、まあ、12点相手4とです、はい、12点になります。ただあのちょっと順番バラバラで申し訳ないです。あの、まあ、浅草セーラー、それからディアマルコで竹丸ビクターでハルドフェスタ、12番センターフォワードもね、はい、入れていてもいいんじゃないかなと。20倍つくん、5し20、20倍つくんだったらね、はい、これでもプラスになるんじゃないかなと思って、はい、マイタイザン頭でということで挙げていただきました。ぜひ取ってください。では続いてマイちゃんお願いします。はい、私はやっぱりここはマイタイザンかディアマルコかどっちでもいいということで、まあ、ウマレンでフォーメーションで行こうかなと思ってます、はい、でこの6番のあの竹丸ビクターはちょっとオッズを見て、はい、買わないかもしれないですね。オッズでまあ多分人気しそうなところになってるので、オッズがあんまりまあ、ガミ入りたかミルいったりするようなら、なかなかね女性、若い女性からガミルだとかね、ガミルって出てくる、いや、あのね、びっくりですよ本当に。私の両サイドからガミルって多分聞こえてくる、ね、ようマニュアルもガミル言いますわ、ね、ガミらないいや、あの大人の事情の排除に買い目とか入れないですか、ね、そうですね。ただなんかさっき話聞いてると、うん、やっぱりまあ、はい、センターフォワードとか、うんうん、メディタレーニアンとかは、まあ、排除あれですけど、まあ、そんなに入れないですけどメディタレーニアンの方が1回目に入れるんだったらいいですか。そうですね、まあでも生まれんなので私来ても3着までかなって考えてるので、ね、名古屋笠松の馬は、なのでまあ買わないですね。来たら本当にごめんなさいって、はい、来たら本当にもうでということで挙げていただきました。 では古谷さんの買い目もお願いします、はい、ちょっと印とはまたあれなんですけど、あの竹丸ビクターを一応入れてるんで、はい、基本は一騎打ち5番7番5番7番で、はい、相手を10番6番3番でセンターフォワードはちょっと入れてないんですけどあの入れますセンターフォワードも入れます、ちゃんと書いてください16点16点ですね。だから多いなと思ったらもう完全に一騎打ちにします、はい、で8点、はい、当日のオッズとも相談しながら、はい、ディアマルコとマイタイザンの一騎打ちということで、うん、で裏、ごめんなさい、一角崩しも
配当がそれなりにつくならば、あの金額を抑えてでも買いたいところですよね。だからもう強弱をつけながら、はい、はい、まあ、やはり兵庫と高知の一騎打ちを期待したいなと思います。わかりました。じゃあ最後に私の買い目もじゃん。私は本命対抗マイタイザンと浅草セーラの3連単軸2頭マルチで相手2頭ディアマルコと竹丸ビクターに打ってみました。私ももうこの2頭かなっていうふうに思ってるので、この2頭がまず、3着以内に来てあと1頭っていう感じで勝ってみたいと思います。そのたんそのたん上手でしょ、はい、これ星タッチだな、星がね手についてるんですけど、ね、そうそうそう、そのたんとこ星タッチすると、うん、なんかこう幸せになれる、幸せになりたい星タッチするとあのガミらないかもしれないですね。あ、そうですね、ぜひ当日あのね、そのた競馬場でそのたん見つけたら星タッチして幸せを、ね、掴んでください。そんなような切実な思いが出ると思うから幸せになりたいです。さあ今年の第1回西日本ダービー11月2日水曜日の第11レース、15時55分3時55分発走予定です。どのようになるのかとっても楽しみです。ぜひ皆さん予想の参考になさってください。さあここで楽天競馬からのお知らせです。楽天競馬では重賞競争楽天競馬杯第1回西日本ダービーキャンペーンを実施しています。キャンペーンにエントリーしていただき、楽天競馬の投票サービスで西日本ダービーの馬券を購入された方を対象に、購入金額から 10% 分の楽天スーパーポイントがプレゼントされます。さらに西日本ダービーの馬券を対象の掛け式で3000円以上購入された方には、抽選で15名様に園田姫路競馬オリジナルクオカード500円分がプレゼントされるキャンペーンも実施しています。皆様ぜひ楽天競馬でご購入ください。さあそして皆さんはもうお友達になってくれているでしょうか。楽天競馬の LINE 公式アカウントができました。楽天競馬のお得な情報やイベント情報満載です。まだお友達になっていないという方は ID 検索でアットマーク楽天競馬を検索していただいて、ぜひ楽天競馬の LINE 公式アカウントとお友達になってください。さああっという間に時間が過ぎていってお別れの時間になってしまいましたが、当日私あのイベントもそうですね、はい、出演させていただきます。私もご出演させていただく。あ、本当ですか。だと思いますよ。なんか全然テンション上がってないですよ。なんか SKN の子にはテンション上がってない。なんか私全然テンション上がらないですよね。あれはビジネスでテンション上がってるだけです。あれはビジネスでマリーナの時の本気で、はい、本当ですか。本当です。竹内さんじゃあ、ね、お子さん、うん、娘さんが、あ、そうそう、この間、ね、おめでとうございます。ここで言います、言います。ここからちょっと30分ぐらい娘もう終わる言ってんのに。あ、そうですか。もうね、男、はい、男と来て3人目娘でも女の子でもほんとむちゃくちゃ嬉しいです。 SKN に入れよう思って、いや入れるかどうか分かる。センター取ってもらおうと思ってます。はい、頑張ります。当日じゃあ私はあと4レース後と8レース後ですかね、イベントに出演しますので、うん、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。はい、さあ本日は竹之上嗣さん、神田舞ちゃん、古谷武彦さんとお送りしてまいりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さあそれでは古谷さん、恒例の締めをお願いします。これをするんですね。はい、はいはい、よし、楽しみですね。キャリーでいかないか。楽天競馬杯西日本ダービーを買うなら楽天競馬、ついてるあなたにポイントついてくる。ありがとうございました。ありがとうございました。あのあれですね、古谷さんがここであのパソコン何してんのかなって気になったんですけど、はいはいはい、ツイッター見たりしてるんですね。何してんねん。ありがとうございます。いフェイスブックも見てるし。楽楽楽天競馬は買え買え買えちゃう、馬券が買えちゃう、全場全レース馬券が買えちゃう、ついてる私についてるあなたにポイントもついてくる。